どうもライオン兄さんです。今日は投資の種銭の作り方ということで、投資をするにはやっぱり元手となるお金が必要になってくるんで、どうやってじゃあその投資の種銭っていうのを作っていくかっていうのを動画にしたいと思います。でちょっと僕今喘息気味でして、動画の最中でもし咳をしてしまったら申し訳ないんですけど、ご了承ください。はい。で、投資の種銭の作り方ということで、まあその投資するっていう前に、まず仕事をしますよね。で、まあ一番最初重要になってくるのは貯金っていうのが重要になってくるんで、じゃあ効率の良い貯金の仕方っていう話をちょっとしたいんですけども、貯金も投資もできればもう無意識にやりたいと。自動化するのがいいんですよね。積立 NISA とかもそうですよね。毎月、33,333円をもう自動で積立設定してやってくれると。そうすればいちいち値動き見たりとかあんまり気にしなくても、まあ自動でやってくれると。まあこれがいいんですけども、貯金もできれば自動化すると。でここで良い貯金の仕方、先取り貯金ってやつですね。まあ仕事したら給料をもらうと思うんですけども、まあこの4分の1って言われてますけど大変なんで、じゃあ 20% にしましょうか。例えば、大卒の人で初任給、まあ税金引かれて仮にじゃあ手取りが20万円だったとします。で、先取り貯金なんで 20% で4万円ですか。4万円と16万円。例えばもう今時なかなか手渡しっていうのは少ないと思うんで、まあ、銀行口座に毎月25日に給料が振り込まれたとしたら、例えば30日に別口座、まあ、定期預金とかはいいですね、定期預金口座とかに自動で設定できるんで、30日にメインの口座から定期預金の方にもう4万円引き落としするっていう設定ができるんですよ。でこれをやるともう何も考えずに毎月毎月4万円お金が貯金されていくんで、で、まあ、これはなかったものとして残りのこの16万円で生活したり、いろんなものをご飯買ったりとか家賃払ったりとか、まあ、いろんなことにお金を使っていくと。でこの16万円に関してはもうこれは貯蓄は終わってるんで、もう全部使っちゃうっていうつもりでやると。こうするとこの4万円っていうのは確実にプールされていくんで、もうこれをごっちゃにしちゃうと、あ結局今月は4万円貯めようと思ったけど2万円しか貯まらなかったな、1万円貯まったなとか、そういうふうにもうばらつきが出ちゃいますんで、もう確実に先取り貯蓄っていうのが給料に関して貯蓄に関してはいいと思います。はい。で投資についてなんですけども、これも自動化した方がいいということで、例えば積立 NISA で日本の投資信託に月額 3.3 万円積み立てしますよね。でそれ以外に例えばアメリカの ETF、まあ、S&P500 とかですか。まあ、これが何でいいかっていうのは私のプレゼント動画の方で話をしてますんで、 LINE アットに登録していただければ、これがいいという理由がそこで確認することができます。例えば私の動画の中でこっちに 3.3 万円になれたらこっちに10万円積み立てしましょうよっていう話をよくしてるんですけども、じゃあこの10万円どっから出てくるんだっていう話ですよね。3.3 万円ぐらいだったら
まあ貯蓄の代わり、貯金の代わりにできますけど、これは結構頑張らないと10万円っていうのは出てこないと。じゃあ給料からこの10万円と3万円、13万円を持ってくる。じゃあ実はそうじゃないんですよね。どうやってやるかって言ったら、まあ例えば給料がまあ30代ぐらいの人で30万円あったら、こっからこの積立NISA 3.3万円、これはできますよね。それ以外にまあ副業ですね、副業、自分のビジネスってことですね、自分のビジネス、これで頑張ってなんとか10万円を作り出して、でこの副業で得られた10万円をまあちょっと10万円副業で頑張って収入入ってくるようになったから、じゃあそれでちょっと贅沢しようとか何か買っちゃおうっていうんじゃなくて、これをもうなかったものとして丸々ここに積み立てるという考え方ですね。例えばじゃあこの副業何がいいのかっつったら、まあ何でもいいんですけど、インターネットビジネスがいいです。なぜインターネットビジネスがいいかっていうと、まあ効率がいいからですね。まあ最初ちょっと頑張らないとダメですけど、最初に作り込んだらある程度、まあ、少ない時間でそれなりの収入を得られるようになるんで、まあ本業に影響が出ないということでインターネットビジネスをお勧めしています。例えば物販であったりアフリエイト、何でもいいんですけど、で FX の短期トレードでもいいですよね。短期トレードをちょっとマスターしたら月10万円ぐらい生み出すのは、まあ、安定的に生み出すことができるんで、これを丸々こっちに積み立てるということですね。ですから、まあ、この自分のビジネスを持つっていうのが重要になってくると思います。じゃあこの自分のビジネスをどうやって生んでいくのかって言ったら、まあ本を読むであるとか、あとは YouTube とかで例えば物販のやり方ですね。今Amazon が Amazon に在庫を管理してもらって、 Amazon が発送してくれる、そんなシステムが出来上がってますんで、もう労力、通販するのは労力がすごい減ってるんで、そういうやり方っていうのも全て YouTube で説明されてるんで、まあ、そういうものを見てみるとか、あるいは、セミナーに参加してみるとか、でセミナーに参加してみて、あ、これはちょっと自分でスキル一つ身につけたいなと思ったら、そうスクールですね、例えば一スクール30万円トレードのスクールでもいいですし、アフリエイトでも何でもいいんですけど、お金を払ってやり方をマスターする、あるいはコンサルですね、誰かもう成功してる人にやり方を教えてもらってコンサルを受けて、こういうビジネス の収益っていうものを生んでいって、それを丸々投資するという流れですね。であと最後に押さえておいてもらいたいのが、そのビジネスを作るであるとか投資もそうなんですけど、貧乏な人っていうのは極力お金を使わないと。それに対して成功する人、お金持ちになる人、もしくはお金持ちっていうのは、お金を使ってリターンを得ると、この差があると。例えばトレードするにしても、貧乏な人は、まあ、自分だけで学んで自己流でトレードすると、で結果負けちゃうと。でもうまくいく人っていうのは、もう最初からうまくいってる人に教えてもらって、で完全に練習もした分かった上でトレードするから利益を出せると。あるいはアフリエイトとかでもそうですよね。自分でやってもなかなか広告、例えば広告使わないから全然売れていかない。でもうまくいく人っていうのはコンサル受けて、でなおかつ広告も使ってリストを取りながら売り上げも上がっていくということでここの差があるということですね。結局ビジネスも投資も一緒なんですよね。お金を働かす、お金を使ってリターンを得るっていうことなんで、投資の種銭の作り方っていうのは自分のビジネスを作りましょう。でその上で、
まあ、時間をすごいかければ、勉強する時間とか研究する時間をすごいいっぱいかければお金を使わずに成功することもできるでしょうけど、早く成功したい、早くこの副収入っていうものを得て、それを長期投資に回していきたいと思うのであれば、お金を使った方が早く結果が出ると思います。以上で、この動画を終わらせていただきます。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。あとですね、今 LINE アットで、私のお友達を募集しています。で、私の公式 LINE に登録していただきますと、長期投資のやり方っていうやつですね、10年20年かけて数千万円の資産を安定的にリスクが低く構築していきましょうっていう教材を無料でプレゼントしてますんで、 LINE の方にも登録よろしくお願いします。概要欄の方にリンク貼っときますんで。で、今日のこの動画の内容をもともとブログに書いてますんで、そのブログの方も概要欄にリンク貼っときますんで、よければチェックしてみてください。あと SNS もいろいろ Twitter とか Instagram、Facebook やってますんで、もしよろしければフォローもお願いします。じゃあ今回の内容はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。